リオス、こちらハイペリオン、状況を報告せよ。報告します。敵へは確認できません。任務危険度 A 級、確認を求めます。任務続行。了解しました。安全装置解除、ハッチを開きます。こちらヘリオス、巡航軌道に入ります。エアロック減圧完了、油圧正常、観察班確認完了、出撃スタンバイ。バルキリー降下開始まで10 9。強くなり続けるのが何モタモタしてるの。さすが愛ちゃんほど強くはないけど頼れる仲間だね。早速成功の力を見に行きましょう。ヤッホー。キアナ、状況を報告しなさい。目標の戦艦に到着したよ姫子おばさん。真面目に聞きなさい。2時間前、正体不明の戦艦。簡単そうなに。了解。ゾンビと崩壊獣、強くはないけど。オッケー。ロックターバット。これがバルキリーのエネルギーゲージ特別に。アイちゃんの攻撃だよ。今こそアイちゃんの指導の成果を見せるのよ。ボロボロなやつは。ふっ、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 アタック。
それでアイちゃんは、アイちゃんは強いから、あれ！なんでかけ持ったらかけらになるなんて、データのだから、とにかく、アイちゃんの言う通りにして、アイちゃんには、もちろん、直接艦長。まずはアイちゃんからのプレス。さっきのかけらは、一種の素材なの。素材を使って、いろいろなことができるのよ。小さい拳銃もだいぶ強力になったわね。艦長、感動しすぎて泣いたりして仲間を連れていかないの？ヤッホー！キアナ、何か異常？何も異常はなかったよ。強いて言えば何が優秀よ。よし。あんたね、一体何をやらかしたのよ。少佐、あまりからかわない。ときたーめ、うん、変。はい、少佐。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。ふっふっはっふっふっはっふっはっはっふっふっはっふっふっはっふっ。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。負けるものか。まあ勝利して当然だよね。何か不満なの？またアイちゃんみたいな頼りになる戦士に。でももっともっとクエストをクリアしなきゃ。艦長、今回アイちゃんが準備。艦長も前にも言ったけど、強くなり続ける。これは艦長が今からアイちゃんは自分艦長自身のウェポンアップグレード強化させてみよう。さすがハイペリオンが選んだ人ね。でも私たちの敵も強い。だから油断しちゃダメだよ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 。仲間を連れていかないの？ヤッホー！ロクト&ローデット。注意して、これが敵のシールド地だよ。シールドが存在する間は。
代メイ先輩に仕掛けさせる。嫌なのか。ショータイムの始まりだ。の近くで未知の崩壊エネルギー反応が確認されたわ。わかりました。直ちに調査してまいります。キアナちゃん、どうしたの？頭が痛い。キアナちゃん、しっかりして。キアナちゃん、あれ、ここは聖フレイヤ学園？おバカにも程があるわ。資格試験？何をバカなこと言ってるの？あんたはまだ候補生でしょ。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。まったく班長はまだまだだね。今の敵はキアナちゃんが苦手なタイプなのよ。苦手なタイプとの戦闘ではダメージを与えづらいので、くるダメージが多くなるの。寝るなよ。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。
これからはさっきも言った通り班長よーく見てね。でこっちは当然まだわからないよ。メイちゃんは生物タイプだ。メイちゃんの分メイちゃんとさっさと倒しちゃいましょう。設定設定手段は選ばない。設定はっ設定班長タイプの相性関係を抱える方が戦闘が有利になること、もうお分かりかな。全力で行くわよ。ここは譲れないわ。